はい、こんにちは。今回ですね、モテにフォーカスして動画のやり取りさせてもらってますけども、まあ、改めてね、この辺で40代とか50代の男性がですね、もう自分の好みの女性にどうやってモテればいいのかってことをまた考えていこうと思うんですよ。それは取りも直さず、相手の女性が40代とか50代の男性に期待しているものとかね、求めているものをどれだけ応えれるかだと思うんですよ。例えばですね、40、50になっても若々しくて元気で明るいっていうところは、まあ、性格とかね、まあ、目指してるところあると思いますけども、まあ、分からないでもないじゃないですか。やっぱ暗くてネガティブで、もうなんかいかにもですね、押し付けがましくって人の言うこと聞かない人って、それは世代を超えて好かれないですよね。まあ、例えばですね、女性は話が長いからとかね、女性はこうだからとかっていう風な発言をした83歳の方もいますけども、世界中からバッシング受けるわけですよね。でも逆にですね、どんな気持ちを持って接すればいいのかってことはそんなに難しくないと思うんですよ。あくまでも相手の気持ちを尊重して、そしてですね、女性に敬意を持って、若いといえどもそこに自分なりのね、尊重心を持っていけば対等に付き合ってくれると思うんですよ。でもやっぱりね、なんでね、20代の女性に嫌われるかっていうと、そういうふうなね、まあ、上から見るみたいなね、そういった偉そうなところがあると、まずは鼻についちゃうわけですよね。で、偉そうに語るなら語るで、それなりのものがあって憧れられていればいいんですけども、そうじゃないところから偉そうなことを言えばね、それは嫌われちゃうよねって話ですよね。やっぱり自分がですね、男性の立場からしても、じゃあ新入社員でね、上司とか、それから先輩とかいますよね。ちょっとぐらい年上だからってお前えばんのよって気持ちはなかったかなっていうところなんですよ。それから20歳ぐらいの時に30歳40歳50歳の人の姿を見てね、いや、やっぱりさすがだなと思う人を見てきたのか、それとも年を取ってその程度かよって人を見てきたのか、こういうところにもよると思いますけども、自分がいざね、年下の人から評価される立場になった時に、そういう評価されるべき実績を持ってるかなとかね、自分はどんなことができているんだろうかと、年齢に応じた人格はあるんだろうか、年齢に応じた資産はあるんだろうか、年齢に応じた人脈を持っているんだろうかってことを考えると、やっぱりね、これはかなり反省しないといけないところがあると思いますし、むしろ反省せずに肯定し続けてきたからこそそうなってしまったってことだと思うんですよ。その一面が、まあ、女性にモテていないっていうところにも来るんではないかなと思うんですよ。やっぱりモテる法則ってある程度あると思うんですよね。それは前回もお話しましたけども、女性が答えを出してくれてるんですよ。身長175センチ以上で、収入は年収500万とか600万ぐらいで、年齢はプラス10歳ぐらいまでだったら限界かな、プラス5歳までかなと。年が離れてる人はちょっと見た目かなとかね、雰囲気かなっていうところがあります。じゃあ見た目や雰囲気を私たちは30年40年がかりで作ってきましたかってことなんですよ。多分作らずに若いつもりでそのまんま年を取っただけの、そういうふうなね、勘違いおじさんが出来上がっちゃったんじゃないかなと思うんですよ。で、確かに自分は勘違いしてたなと思えば、その勘違いを変えていくことができるんですよ。ありのままの自分のこの姿を好きでいてくれっていう風な人をね、求めようと思ったら、そしたら向こうにもですね、高いレベル求められないんですよ。例えば女性のことを見てね、絶対に20代がいいんだってことはまず外れてしまうんですよ。30代40代でもう自分のことばっかりじゃなくて、相手の立場も考えた、もう大人の女性ですね、分別のある女性となると、やっぱりこれ30代とか40代とか50代の女性になってくるんですよ。だから同年代の人との恋愛っていうのは、そこそこ譲り合って、そこそこ分かち合ってってことができると思います。でもどうしても20代の女の子を好きでいたいんだったら、それは20代の若い感性を自分が持ってないといけないですし、じゃあ20代の女の子は自分の生きてきた歴史、10代しか持ってないわけなんですよ。10代のフレッシュな感覚でどのようにね、感覚を入れ替えてきたのかってことをちゃんとリサーチできて、それこそ10代とか20代の女の子をすぐにね、出会って5分で笑わせるぐらいの、そのぐらいの包容力とかセンスがないと難しいですよ。これは最初から警戒されて、おじさんっていうレッテルを貼られた、そしたらもうね、恋愛の対象にならないわけですよ。で、そう考えるとね、内面をものすごく鍛え上げていかないといけないんですよ。内面をですよ。外見ってのははっきり言ってね、もうスタイリストさんに任せたりとか、ヘアメイクさんに任せれば1日で変わります。でも中身はなかなか変わらないんですよ。なぜなら、そういう性格を40年50年大事にしてしまったからなんですよ。肯定し続けたんですよね。フレッシュに切り替えようと思わなかったんですよ。自分はこれでいいんだ、このままを評価してもらいたいんだっていうふうな横柄な態度でいれば、これはモテないですよ、やっぱり。だから相手の立場になって、どんな自分だったらモテるかなってことを真剣に考えていくことですよね。これ私真剣に話しますね、結構ね。
その一部が出会い系サイトにプロフィールを書いた時点でモテなければ、出会い系サイトよりもやっぱりね、真剣に自分のことを考えている目の前の人はもっと高い評価を、高いっていうか、ね、厳しい評価してくれますからね。だからきついと思いますよ、うん、でも突破口がないわけではありません。もう何度も言いますけども、女性は答えを示してくれます。身長175センチ、年収は500万〜600万、最低は欲しいなと。そして、もう何ですかね、親と同居を要求しないこととか、家事は手伝ってくれることとか、子供に対してものすごくね理解があることとか、ね、答えを出してくれてるじゃないですか。ちょっと何なのか私も思いつかないですけどね、このぐらいしか。そうなったらそんなに難しい問題じゃないんじゃないかなと。もう答えを先に出されていて、それに合わせるだけですからね。しかもそこにパーフェクトに当てはまなくてもいいわけですよ、うん、身長175センチ以上って言っても、俺は身長170センチもないよと言っても、じゃあその足りない分をどこで補うかってことを考えればいいわけですよね。もちろん女性も身長は自分の理想じゃなかったけども、思いもよらないね大好きな点が見つかったって言えば、それをちゃんとねフォローしてくれるわけなんですよ、うん、だから理想は理想であるんですよ、女性は。でも理想は理想であっても、それに合致しなければダメってことではありません。それはきちんとね、理解ある女性ですから、やっぱり女性の方が理解ありますからね、別のところでねきちんと釣り合いを取ってくれるところがあります。どちらかというと男性がその辺調整が下手なんですよね、きっと。20代の女の子にモテたいと思ったら、もうね27、8でもう話聞かないんですよ。30過ぎたらもう最初から数に入れないんですよ。いやそうではないでしょうと、ね、例えば年齢は確かにね理想値ではなかったけども、他のスペックが自分にもうバチッと来てたらそれで十分じゃないかと。なぜなら自分は年を取ってしまったというリスクを抱えてるからなんですよ。だからその辺のバランスでしょうね。全てが自分の要求に合致してないとダメっていう思い込みから外れていかないといけない。確かにそうでない部分があるけども、でもそれをあまりある他の魅力を俺は見つけていくぜ、もしくは発掘していくぜっていうのはね、そういう考えが包容力であって、そういう気持ちを持った人に女性は惹かれるんじゃないかなと思います。女性も自分自身をパーフェクトだと思ってないわけですよ。でもそれをきちんとね補填してくれるような、そんな優しさってものを大人の魅力として感じるんじゃないかなと思いますね、と言ってね、私もねちんぷんかんぷんで何をどう考えればいいのか分からないところがありますけども、ただ今日お話したことぐらいは考えてるかなってことですよね。そして今回の動画の最後に申し上げますけども、私はね常にね女性を意識してるんですよ。何度も言いますけども、女性は人類の半分なんですよ、ね、だから女性に嫌われるってことは社会の半分に嫌われるってことなんですよ。でも女性に好かれやすい体質ってのは人類の半分に好かれやすいってことなんですよね。これが一つです。人類の半分が女性だから私は女性を意識するんですよ。もう一つはね異性だからなんですよ。自分とは異なった性なんで、全ての判断全ての動機が違うんですよね。だからこれを男と一緒だろうとかね、性別関係ないだろうっていうふうな出発点を持つからおかしいんですよ。男性が考えてることと女性が考えてること、男性がする行動と女性がする行動、まるで違うっていうスタート位置で、たまたま一緒のことがあったらよかったねぐらいに考えておかないと、とんでもない穴ぼこにしますからね。ということで今回は以上です。